ロレックスのターンのグラフですね。これはまあ通称サンダーバード、アメリカではサンダーバードっていう言い方があって、それがまあもう日本でもサンダーバードはまあ当たり前になってますけれども、まあこうリファレンスでいくと1625ですね。でそれのコンビモデルになります。でこれはもうくさび型のインデックスで分かるように結構古いんで、まあ、60年代の初期ぐらいになるんで、キャリバーは1560ですね。クロノメーターの入ったバタフライローターの使用の機械になりますけれども、でターンのグラフは結構歴史古くて、まあ例えば、ファーストは6202っつって、これはもうサブマリーナと変わらないですよね。それぐらいの歴史があるんですけど、まあその後まあいろいろ変遷があって、まあ代表的なモデルがこの1625だと思うんですけれども、これはまあなんかこうスポーツモデルと普通のデイトジャストとのちょっと中間ぐらいに存在するんじゃないかなと思いますね。まあそれはなぜかっていうと、まずこの1625の場合はですね、文字盤が非常に特殊です。普通の1601入りませんね。ちょっと小ぶりな文字盤がついてます。でこの裏蓋見ますと、これつば付きの裏蓋になってるんですね。エクスプローラーと同じですけど、この裏蓋見ても分かるようにちょっとスポーツモデルの、流れを組んでる時計ですね。でこれはもう60年代の初期ですから、巻きブレスが入ってます。巻きブレスですね。でロレックスの王冠のマークがデベソ出っ張ってるやタイプですね。もうこの1560になると日本ロレックスではオーバーホール効きませんので、まあ普通の時計屋さんでしかできないんですけれども、これはアトリエキノコでオーバーホールしてもらいましたね。まあそこはロレックスのパーツが入りますので、まあロレックスでできない分あそこでこれやってもらったっていうので時計になりますけど、で、まあ、サンダーバードをちょっと話すると6309っていうのがありまして、その後6609っていうのがありまして、で1625になって16250で16252642634、まあコンビとステンレスのホワイトゴールドとかちょっとあるんですけど、まあそういう流れになっていくんですけども、まあこれがこれより前のモデルはまあちょっと今希少になってますね。で結構今はサンダーバードのなんか特徴がなくなっちゃってるんで、今のモデルはむしろこの年代ぐらい、あるいはこの年代以降のモデルが、まあ、意外にスポーツモデルの後にこう人気が出る可能性は高いですよね。でこれは、まあ、ちょっとこの時計に戻ると、まあ、回転ベゼルがついて、でこれはあの逆回転あれもついてませんので、回転ベゼルがついてプラスチックのこの風防がついて、そしてこれはまあジュビリーですけど、この年代はほとんどジュビリーが多いですよね。あのオイスターブレスのついてるのは任意でつけられたと思うんですけど、つけられたと思うんですけど、これジュビリーブレスが多いです。でこのクロノメーターの、精度のいいクロノメーター精度の機械が入ってますね。まあこの辺もまあちょっとサンダーバードの魅力といえば魅力ですね。